牛馬同時像橋より峠の牛馬同時は、熊野古道の中ヘチにある石像。田辺市指定史跡。場所は中ヘチ、橋より峠近くにある。高さ50センチメートル程度の小さな石像。文字通り、牛と馬の二頭の背中の上にまたがった像である。一説には、演技22年に、熊野行行を行った花山法王の旅姿を、模して、 明治時代に作られたとされる。この石像のある橋より峠の由来は、花山法王が食事のため休憩をした時に、近くの茅を折って、橋代わりにしたからと言われている。2008年6月18日午後、牛馬道地像の頭部が何者かによって叩かれて、壊され、亡くなっているのが発見された。和歌山県警田辺署は、器物損壊の疑いで調べている。事件発覚後、 市職員や地元住民らのべ約330人が捜索を続けたが発見には至らなかったため、頭部を復元することとなり、彫刻家の岡村哲信に復元を依頼した。和歌山県立博物館で展示されているレプリカの牛馬堂地像を作った際の型枠を使用し、石膏で頭部を復元した後、それを参考に胴体と同じ地元産の砂岩を使って、 頭部を掘るという手順で復元が行われた。同年10月3日、頭部の複製が完成し、胴体にステンレス製のボルトで取り付けられた。約2年後の2010年8月16日、市内バス停のベンチにて切断された頭部らしきものが発見、本物と確認された。すでに復元は完了しているため頭部の取り扱いは検討中としている。ありがとうございます。